鳥池田大社は、石川県白石寺家町にある神社。式内社、能戸国一宮。旧社格は、国兵大社で、現在は、神社本庁に属さない、単立神社。旧称は、桁田大宮宮。能登半島の付け根、白石北方に、日本海に面して鎮座する。祭人の大名討の命は、出雲から船で、能登に入り、 国土を開拓した後守護神としてこの地に沈まったと、される。古くから、北陸の王子そとして知られ、中世、近世には、歴代の領主からも手厚い保護を受けた。現在は本殿など五棟の社殿が、国の重要文化財に指定されているほか、国の天然記念物の社層、入らずの森で知られる。祭神は次の一柱。 社殿によれば、第八代高原天皇の御世に、祭神の大名無知の命が出雲から三百余神を、引いて来航し、家長、大蛇を退治して、回路を開いたという。また、ケタ社、島巡る演技では、ケタ大菩薩は、高原天皇の時に従者を引いて捕来した異国の、王子とし、能登半島一帯を巡行して、鬼神を追放したと記される。ケタ社祭議録では、 祭神は、第十代主神天皇の御用の感情とし、神代からの鎮座とする説もあると記される。一説として、高原天皇の御用には、七押しに鎮座し、主神天皇の御用に当時に鎮座したとも伝えられる。奈良時代には、北陸の王子そして慶にも名が伝わっており、万葉集に越中国史として赴任した。 大友やかもちが、天平を二十年に参詣した時の歌が載っている。国史では、古くは、俗日本記、神語慶雲二年の記事が見え、同記事では、福二十個、谷町が支給されている。また深海に関しては、延暦三年の肖像くらいから、天安三年に十一位、組等までの除位、除訓の記事が載る。延長五年成立の、演劇式新名帳では、 能登国白衣軍に、桁神社名神大と記載され、名神大社に列している。中世以降は、能登国一部とされ、中世、近世の間は、畠山市、前田市など、歴代の領主からも手厚い保護を受けた。明治4年、近代社格制度において、国兵中車に列し、大正4年に、国兵大社に昇格した。第二次世界大戦後は、 神社本庁の非包括宗教法人となり、別表神社に指定されていたが、口述のように、平成22年に神社本庁に属さない、単立神社となった。平成17年11月28日付で、神社本庁との包括関係を解消し、単立神社となる決定を行い、同時に、財産の管理及び処分に関する役員会の決議事項は、 神社本庁に報告すると定めた、桁大社神社規則変更を決議した。石川県はこの規則変更決議を認証するも、平成18年1月に神社本庁が県の認証を取り消す、要文部科学省に取り消しを申請し、平成18年5月に文部科学省は石川県の認証を取り消す決断を下す。これにより、 神社本庁からの離脱が事実上、無効となった。神社本庁は、平成18年8月29日府で宮司を、懲戒免職とし、翌30日に、石川県神社町長を、県人宮司に特任した。桁大社側では、これらの処分を不服とし、平成18年9月、文部科学省に対する提訴を行った。平成19年9月13日、 東京地方裁判所は、桁大社側の主張を認める判決を出したが、平成20年9月、日清の東京高等裁判所では、一審判決を破棄し、文部科学省の判断を支持する判決を出した。桁大社側は最高裁判所へ上告した。平成22年4月20日、最高裁、第三章法廷は二審判決を破棄し、桁代謝による、 神社規則変更を認め、宗教法人の規則は、財産処分に関する事項を定めた規定が、存在しなくても、それだけで、宗教法人法に違反するとは言えない。と指摘して、文部科学省の採決を違法だと結論付け、同採決の取り消しを命じた東京地裁判決が、確定判決となった。ハインゴード使用社殿の内本殿は、江戸時代の天明7年の造営。 三権者の類例の少ない両流作りで、ひわだぶきである。拝殿は、江戸時代の女王2年、または、女王3年に、大工、山上前衛門による造営とされる。入りも屋作りつま入りで、ひわだぶき。新門は、安土桃山時代の造営。霧妻作り、四つ足門で、ひわだぶき。これら三棟はいずれも国の重要文化財に、 指定されている。神子は、本殿と同じく、江戸時代の天明7年の造営。片一軒のあぜくら作りひわだぶき。元は、宝蔵と呼ばれていた。随神門は、境内南東の旧三道口に位置する。本殿と同じく、江戸時代の天明7年の造営。三枚子の八脚門、霧妻作り。いずれも石川県の有形文化財に指定されている。 境内裏手には、原生林の車窓が広がっている。新門の内は神域、入らずの森として、大晦日の奥の宮霊祭を再興する宮寺ら、神職以外は、立ち入りは禁止されている。3万平方メートルの広さの中に、タブの木はじめ椿、シー、クスノキ、カラタチなどの常緑紅葉樹が密生し、スダジーなどでは、樹齢300から500年の古木もある。 1997年に国の天然記念物に指定された。長らく立ち入りが禁止されてきたが、2019年12月1日から1ヶ月間、木の葉祭りで祈願料を3000円納めたものに限り、神門から3から4歩進んで2杯に拍手一礼をすることが許されることとなった。ただし、参拝にはフォーマルな服装が求められ、写真撮影等は禁止される。 秋日天皇即位記念のほか、通常は、立ち入り禁止区域であるものの潮風による倒木など、後輩も目立つため、自然保護の大切を訴える目的もある。また、一の鳥居は、神社から表参道を進んだ突き当たりに、日本海に面して位置する。境内社白山神社、陽電神社、太玉の神社、境会社いずれも境外抹茶。 年間祭事一覧う祭りは、12月16日に行われる、古式な祭り。大名虫の命が高市の北島から、鹿島郡の新門島に着いた時、この地の五門守秘古神がうを献上したのが、始まりとされる。祭りでうを献上する人々は、うほぶと呼ばれ、鹿島郡の鹿渡島というところに、先祖代々住み、その役に仕えていた。12月8日に、 うがけという場所に幹、米、花などを備えた後、浅糸をつけた竹竿で海を捕らえるが手法には、数子相伝の秘訣があるという。献上された海は、うさまとして拝殿に放される。偶司はそれを内人に行くよう図るがその時のうの進み、具合によって、翌年の作物の豊境を占う。進み方がかんばしくない時は、かぐらやお祓いを行う。うが、 内人の机の上に止まったら神官はそれを捕まえて浜で話す。桁のおつりは能楽の曲目にもなっている。なお、おつりまでにうが捕らえられなかった年には、おつりは開催されず、捕獲できなかった胸を伝える、報告祭が取り行われる。桁大社桁神社の文プロク国史や演儀式神明帳には、次に示すような北神の病泳神や文ほらが、 日本海沿いの各地に確認される。所在地交通アクセス古くは一の鳥居前に北陸鉄道の都線ののと一宮駅が存在し、桁大社までのアクセスを担っていた。周辺原点出店注釈0桁神社車層に関するカテゴリー。ありがとうございます。